それでは公開記者会見を始めさせていただきます。スーパービッグバン2023、日時は明日12月3日日曜日13時30分開場、13時45分よりオープニングファイト開始。当日券は1時から正面玄関で販売いたします。それでは選手の登場です。第7試合ビッグバンバンタム級タイトルマッチ、青コーナー若獅子会館三重大輝選手、赤コーナーチャンピオン県政会板橋武美選手の登場です。よろしくお願いします。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。青コーナー三重選手からお願いします。大阪から来ました若獅子会館の三重大輝です。明日は横浜初めての試合なんで、ベルトバーッと取って横浜観光を楽しもうと思ってます。県政会の板橋武美です。明日はチャンピオンらしい試合をして、サクッて勝って中華街でおチェックを食べようと思います。続きまして各選手へのご質問がございましたら記者の方々、はい、よろしくお願いします。相田の松井と申します。お二方に対戦相手のそれぞれ印象を教えてください。打ち合って倒すって言って、あんまり打ち合ってるとこは見たことないかなっていう印象ですね。板橋さん、打ち合ってくれないってことなんですけど、それに対して反応は？って感じなんですけど、明日、じゃあ打ち合ってくれるのかなっていう楽しみがあります。そんなこと言って別に自分も落ちちゃってないなって感じです。本人選手反応は、前の試合の時に上で僕に打ち合って欲しかったみたいな言ってたんですけど、その後の試合とか見たんですけど、最近の試合とか自分から打ち合いに行ってるとこほんまに見たことなくて、自分から打ち合いに行くのはあんま好きじゃないかなっていう感じなんで、そんな感じです。それぞれ明日ですね、どんな試合をファンの皆さんに見せたいか教えてください。圧倒的に僕が試合を支配して、圧倒的に僕がボコボコにする試合をします。パンパンですね。ありがとうございます。続いてご質問ある方お願いします。横浜市キャンペーンにお伺いいたします。同い年ということですけれども、2人とも若手ということですが、キャリアに関しては三重選手の方があると、普通はチャンピオンの方がキャリアがある形が多いかなと思うんですけれども、そのことについて、不安があるとか、逆に不安がないなら、こういう理由で私は不安がありませんというところのご説明をいただきたいんですが。いや、前回のその萩原選手もそうですけど、やっぱキャリアがあっても、関係なしに、自分は自分の持っているもの、どの選手が来ても、例えば、どんどん50戦しようが100戦しようが自分の持っているものを出せば絶対勝てると思っているので、その戦績とか特に関係ないと思っています。では倒せば勝ちなんで関係ないと思っています。ありがとうございます。続きまして、第12試合64キロ契約、青コーナー K-1 ジム相模大野プレスト東本久樹選手、赤コーナー OFA 拓磨選手の登場です。それでは青コーナー東本選手、明日の意気込みお願いします。ちょっといろいろ見直して、単位に修行行ったりもしたんで、それをちょっと明日は試すのかなと思ってます。思いっきりやれるように頑張ります。拓磨です。明日は、横浜武道館という、大きな会場で、そして偉大なる先輩方も、出る試合なので、そこで自分自身が大きなインパクトを残すような試合をしていきたいと思っています。続きまして、各選手へご質問ございましたら記者の皆様どうぞ。ワイタの松井です。お二方に、それぞれの対戦相手の印象をお聞かせください。前はライト級のチャンピオンだったんですかね。でそこでも同僚の先輩が活躍と戦ってるし、でそれの1個上のスーパーライトのチャンピオンだったので、しっかり
実力のある選手だなと思っているので、まあ、その選手に自分がどんだけ通用するか、明日はちょっと楽しみだなと思っています。ありがとうございます。たくま選手お願いします。そうです、東本選手は K1 でも試合したりしてて、映像で見る機会があったので、本当に一発がある選手なので、僕も集中して、自分の攻撃をしっかりやってて、倒しきれればなと思ってます。ありがとうございます。東本選手はタイで修行されたということなんですけども、どのくらいでタイで修行されて、どんな成果があったのか教えてください。はい、まあそれは、ちょっとしかやってないんですけど、まあでもタイで練習して、まあ、その日本の今やってることを全て忘れて練習だけに集中できるっていう環境がすごい良かったなというのは思います。タクマ選手、まあ、明日東本選手相手にどんな試合を見せたいのか教えてください。そうですね、まずサウスポーとの試合が久しぶりで、あんまり、まあ、YouTube チャンネルでも言われてたんで、あんま得意じゃないって言われてたんですけど、スパーリングしていく中で、まあ、サウスポーと決まれば、そう決まったで、ただ意外とそんな苦手でもないのかなっていうのが自分の中で、スパーリングしてて思ったんで、まあ、明日は、そうですね、サウスポーが相手ですけど、いつも通りの自分の試合をして、そして僕の、力を見せていきたいと思っています。対する東本選手は、まあ、サウスポーを生かして明日どんな試合をしたいですか。はい、自分はそうですね、まあ、そのパンチ、まあ、一発あるってばっかり言われてるんですけど、まあそうですね、自分はそれしかないと思ってるので、まあ、それをどう見せるかで、会場をどんだけ爆発させるかが自分の明日の目標です。ありがとうございます。お二方にお伺いしたいんですけれども、この試合はタイトルマッチではございませんが、タクマ選手は現スーパーライト級王者ということでございます。もし万が一にですね、タクマ選手が負けるということがあれば、次はタイトルマッチでやらせろという当然そういった意見が出てくるかと思うんですけれども、東本選手の勝ったらタイトルマッチ、直接見えるというかリマッチというか、そういったことの可能性はあると思うんですが、それについてはどう思ってますか。まあでも勝ったらタイトルマッチ、負けたらまたないとか、まあ、そういうのはもう一切考えないと、とりあえず明日の試合だけ集中したいなと思ってるので、まあその結果はまだ今後につながっていくんじゃないかなと思います。ありがとうございます。佐久間選手に関しましては、もし負けたらというのは聞くのおかしな話なんですけども、まあ、タイトルを持っているという立場についてじゃあどう聞くか。まあ、そうですね、僕一応スーパーライト級の現チャンピオンなんですけど、そこは東本選手と僕結構考え方に似てるなって今聞いてて思ったのが、僕も明日の試合にかなり集中している部分があるので、まあ、先どうこうというよりはとにかく明日、目の前で現れる東本選手を圧倒的に、強さを見せて勝ちたいなっていうのが今の一番の思いです。ありがとうございます。それでは第13試合66キロ契約青コーナーブラジリアン対ビトートファネリ選手、赤コーナー谷山ジム山際和樹選手の登場です。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。青コーナートファネリ選手からお願いします。ビトートファネリ、よろしくお願いします。 I'm very happy to stay here one more time, soTomorrow I'm going to fight, I'm going to KO. 谷山ジムの山際です。K1 から、強い選手を呼んでいただいて、とても気合が入っています。トバネリ選手は、ノーリー選手、林健太選手、鈴木大蔵選手などともやっていて、あと鈴木隼人選手にも勝ってますし、林健太選手からもダウン取ってますし、本当にいい勝負も、トップどころといい勝負もしているので、僕がこれからそのトップに通用するか、本当に試される試合になるので、まあ、これでもう変な負け方したら、ちょっとこの先考えなきゃいけないかなって思って、練習してきました。今、本当に谷山ジムの、
環境は、まあ、本当に会長はすごい整えてくださって、シー・ボンボンさんやマクンスクさんなど本当に一流のコーチがいて、大きいリングもあって、まあ、いい道具もあって、まあ、すごいいい環境で練習できているので、まあ、今回本当に自信があるので、いい試合を見せたいなと思います。ライターの松井です。柳谷選手を伺いたいんですけども、今ちょうどその国が谷山会長から仕掛け綺麗がありましたけれども、ご自身で、まあ、この強敵を相手に今どういう心境を感じるのか。そうですね、全試合一応倒したいという気持ちはあるんですけど、もう実力が足りなくてやっぱ倒せてなくて、でもその倒し方で、まあ、自分がちょっとこう今回学んだことがあって、一発でバチンと倒すやり方だけじゃなくて、違う倒し方もあるんだなっていうのは思いついて、それは練習してきたので、その練習が出ればいいなと思います。それはその練習をしている時にこれで倒せるぞっていうポイントみたいなのがすごく見えてきた。ボクシングの選手を見て、まあ、あの選手たちは12ラウンドとかやるので一発一発そんなにバチンとは打たないんですけど、その中でもああやって倒すんで、まあ、それってどうやってるのかなって考えるときに、まあ、そこでちょっとひらめいたので、うん、では明日それが見えるかもしれない。そうです、余裕があったらしたいなと。あと、川村選手、対戦相手の印象、山際選手はすごいね、アグレッシブティーね、ミドルキックとパンチ強い。でも私はいい試合します、披露できます。ありがとうございます。山際選手の相手が起用しますと自信なんですけど、どんな気がどうでしょう。そうですね、3ラウンド目ぐらい狙っていきたいなと思います。はい。ドハネリ選手にご質問いたします。英語でよろしいでしょうか。ミスタードハネリ、I have a question. What do you think about Yamagiya's fight style? Exciting or not exciting?Yeah, they said to fight because a long time I get to win the fight, but tomorrow I'm very happy to stay here one more time and I have good preparation for this fight and I go to win them. ありがとうございます。はい、じゃあ、最後にしますと、明日の試合に関しては、山際さんは長い間、経験をしておりませんが、明日は激しい試合になるのか、私はそうするというふうな発言を、されておられました。以上です。はい、ありがとうございます。それでは、次の選手の入場です。第14試合、ビッグバン、スーパーバンタム級タイトルマッチ、青コーナー、小牧海斗選手、赤コーナー、一光選手の登場です。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。青コーナー、小牧海斗選手からお願いします。はい、松島愛知の小牧海斗です。今回タイトルマッチということで、地元愛知県からと兵庫県からこういうところからたくさん応援が来てくれるので、いいところを見せれるようにしっかりチャンピオンになってかっこいいところを見せようと思ってます。以上です。はい、新興メンタイジムの一光です。絶対に利用して勝ちたいと思っているので、王者としての強さを見せます。お願いします。ありがとうございます。利用選手に届いたんですが、対戦相手の印象をお願いします。はい、一光選手はもうテクニックはもちろんもう実績もかなりあるので、まあちょっと強い選手なんでちょっと怖い面もあるんですけど、やっぱ試合は KO がないと面白くないので、今回判定決着だけないように
伊藤選手にもお願いしたいところです。はい、小牧選手はすごいレフトの派で、やっぱ自分もそこは学びたい部分がたくさんあるので、自分もしっかりそれを学ばさせていただいて、で、激闘派を守れるように、明日も絶対慶応決着したいと思います。お互いにその明日の試合でどんなことをアピールしたいのか、それぞれ教えてください。はい、やっぱ、まあ、勝ち負けももちろん、僕はやっぱ一番会場の盛り上がりを重視しているので、まあ、ビッグバンのチャンピオンらしく倒せる選手を目指して、倒せる選手ということをアピールしていきたいと思ってます。自分もちょっと登壇前のあれなんですけど、前回試合で KO もできて、まあ、少しずつ自分の中で成長できているのかなと思うので、まあ明日は、まあ、攻めて盛り上げたいと思います。チャンピオンの一方選手にお伺いいたします。先日公開されました青木 V の中でも、まあ、もちろん勝ってはいらっしゃる、ゼロだけの防衛されてはいらっしゃるんですけども、まあ、KO ができなかったことを残念に思っているというような内容でした。で、まさに今日の会見も、KO というのが一つのワードになっている、キーワードになっていると思うんですけども、小牧選手は、ご紹介にありました通り、非常に攻撃的な選手です。だからこそ、やはり、今回こそというか、KO をこれはかなり期待していいんではないかというふうに思っているんですけども、自信のほどをもう一度改めてお願いします。それではお願いします。はい、そうですね、やっぱ打ち合ってくる選手には打ち合うとしかないと思っているので、まあ、そこは絶対勝っても負けても KO 決着で締めたいと思います。ありがとうございます。続きまして、第15試合ウェルター級青コーナー ESG 畠山隼人選手、赤コーナーハリケーンジム大輝選手をお願いします。それでは両選手に意気込みを語っていただきます。青コーナー畠山選手からお願いします。 ESG 畠山隼人です。記念すべきスーパービッグバンの2大輝、ありがとうございます。必ずインパクトを残して KO で倒しに行きます。お願いします。まずはじめに、こんなに大きい大会に呼んでもらっていただいたにもかかわらず、体調オーバーをしてしまい、本当に対戦相手の畠山選手、大会関係者の方々、本当に申し訳ありません。で、明日は、試合できることに感謝して、KO を狙って倒しに行きたいと思います。まずは大輝選手に伺いたいんですけれども、体調オーバーとなりましたけれども、その理由から伺いたいんですけれども、調整がちょっと失敗した。今回体重の落ちがちょっと悪くて、いつもより水抜きの幅がいつもは3キロぐらいあるところ、今回5キロ近くまであって、そういうのはちょっと、まあ、僕の、まあ、体重調整のミスでこういう形になってしまって、本当に申し訳ありません。畠山選手は、その体重オーバー聞いて試合を受けることになって、ちょっとその理由を伺いたいんですけど、まあ、軽量が、まあ、人間ですし、まあ、若いですし、しょうがないのかなと思いますけど、まあ、自分は自分自身に勝って回転に勝つって、まあ、ただ試合ができて本当に良かったです。それです。まあ、明日はその、まあ、グローバーハンディとかそういったルールが適用されての試合になると思うんですけれども、どういったところを見せたい。見せる内容は変わらないですけど、まあ、なおさら負けにくくなりました。ハンデが過ぎました。そういう選手も負けたくないですし、倒しにそうですね、必ずそういうところで見せたいです。引き続きやるんですけども、前回 その大輝選手の試合今ご覧になったと思うんですが、その印象感想をお聞かせください。やっぱり若くて馬力があって、まあ、見てて本当に面白い試合するんで、まあ、しっかりそれにも応えられるような試合内容は本当選手同士だと思うので、選手同士の気持ちがぶつかれば自然と前も盛り上がると思うので、そこを見せたいです。この大選手はですね、まあ、今回再起戦ということになると思うんですけれども、そこら辺ちょっと、まあ、大丈夫かというのはありましたけれども、もう一回その決意というのを聞かせてもらっていいですか。
前回クラッシュ、9月クラッシュの試合で、まあ、負けてしまって、そこからまあスポンサーの人らの、まあ、協力もあって名古屋、沖縄でもう2週間ほどもう合宿みたいな感じで練習行ってきて、まあ、今回それを試せるって時に、まあ、ちょっと僕の減量場で、まあ、迷惑をかける形だったんですけど、まあ、明日は本当試合できることに感謝して今までまあ練習してきた技術をまあぶつけたいと思います。これまでのその大輝選手のキャラクターからすると、ちょっと今日お楽しみに、ちょっとまあ仕方がなくなってしまっている感じなんですけれども、ご自身の中でのその、なんていうんですかね、モチベーションの高さ、もしくはそのなんか燃えるような気持ちというのはいかがですか？まあ普通に、まあ試合になったら、まあ今まで通り、まあ勢いよく倒しに行きたいですね。そんな感じです。ありがとうございます。まず大輝選手にお伺いいたします。先ほどから話題になっております通り、まあ、体重オーバーをしてしまったということと、まあ、今話に出ましたが、まあ、前線で、まあ、負けてしまったということですが、私は前回のクラッシュの大会で負けてしまったとはいえ、大輝選手の試合が一番盛り上がったというふうに思っております。まあ、その中で今回、まあ、復帰戦というか負けた後の試合でさらに体重オーバーということで、これでさらに内容が悪いとですね、あ、もう大輝ダメだなというふうに判断する人が出てくると思います。追い詰められている心境というものはございますでしょうか？まあ確かに本当一番やってはいけない体重オーバーをしてしまったんで、まあ、それ以上にまず明日はもう盛り上げて KO で倒して、これはもう挽回はできないと思いますけど、まあ、ここでちょっと反省の意味を込めて、まあ、明日はしっかり盛り上げて役割を果たしてもらいます。ありがとうございます。竹山選手にもお伺いいたします。先ほどの、ちょっと質問とかぶってしまうんですけども、今回タイトルマッチではございませんが、現役王者相手ということでございます。この試合に勝ってさらにビッグバンのタイトルを取っていきたいというふうな、まあ、考えというかプロというか、そういったものはございますでしょうか？まあ、でも現王者のとぶつけてもらって本当に光栄ですし、まあ、倒して、まあ、ベルトへのアピールもそれも兼ねてやっぱりいい試合をしたいです。ありがとうございます。続きまして第16試合71キロ契約ワンマッチ、青コーナーリキックス高木格志選手、赤コーナー K-1 ジム相模大のクレスト藤村大輔選手の登場です。よろしくお願いします。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。青コーナー高木格志選手からお願いします。リキックスから来ました高木格志です。ビッグワンは2度目の参戦で、あまり知られている方は多くはないと思うので、しっかり面白い試合してみんなに覚えてもらえるように頑張ります。K-1 ジムクレスト、藤村大輔です。そうですね、意気込みはチャンピオンになって、ビッグバンのベルトを持たせていただいて第1戦目なんで、そこはチャンピオンとして、藤村大輔の強さもしっかりアピールできるように、意気込んでます。よろしくお願いします。はい、それでは対戦相手、それぞれの印象をさせてください。藤村選手の印象はパンチが強くて自分と噛み合いそうなファイトスタイルだなと思っています。そうですね、高木選手ちょっと動画見させていただいたんですけど、まあ、こうなんかタフで、結構こうアグレッシブな選手だなと思って、で見た目よりすごい若かったので、そこはびっくりしましたね。見た目より若かったというのは試合が若かった。いや、見た目の話です。最初オファーもらった時に写真もらって、まあ、30歳ぐらいの選手かなと思ってた、調べたらめちゃ若くて、まあ、22歳とか、そこがちょっとびっくりしました。見た目は上に見られるんですけど、喋ったら22歳だなと思われます。
ちょっとその試合のことも伺いたいんですけども、明日の試合でこうお互いにアピールしたい点って何でご紹介ください。打ち合いとかでも自分は引かないんで、そういう部分を見てもらいたい。そうですね、アピールしたいところだと、でやっぱ前2試合ビッグバンでやらせていただいた前2試合が全て蹴りでこう KO とこう TKO、で勝利を収めているので、まあ、そこはしっかりパンチがよく強いと言われるんですけど、前の2試合が全部蹴りなんで、今回こそはパンチでっていう気持ちはあります。でも、まあ、蹴りでもまあしっかり倒したいですし、パンチでも倒したいっていう感じです。先ほど高木選手の見た目の印象というお話もあったんですけども、私個人としてはお話しされている時の雰囲気が、格闘家とは思えない柔らかさですごい驚いたと思いますし、これはすごいキャラクターを発掘したんじゃないかなという形でちょっと驚いているところがあるんですが、チャンピオン、藤村選手、その見た目もそうですけど、非常に独特な穏やかな喋り方をすることで、格闘家とはちょっと思えないようなところもあるんですけど、その性格っていうか喋ってる雰囲気の印象について教えていただいていいですか。喋ってる雰囲気の印象ですか。いや、まあその格闘家っぽくはないですよね。どう見てもなんか好青年みたいな。まあでも試合、まあリングに上がったらもちろん、まあ、試合も僕何試合か見させていただいているので、すごいリングの上ではしっかりとアグレッシブに来ると思います。なので、騙されないように惑わされないようにしっかりと倒します。今、まあ、騙されないようにという形で、まあ、騙したらないと思うんですけど、すみません、もう一度先生、藤村、チャンピオンにお伺いする必要になっちゃうんですけども、冒頭でちょっとお話がありましたが、チャンピオンになって初陣だというふうな話もありましたけれども、ベルトを持って、市役所とかに表敬訪問とかもされていらっしゃる記事を見ましたが、改めてこうチャンピオンになって少し変わったこと、まあ、気持ち、試合に向けてファイトスタイル、まあ、いろんな要素あると思うんですけども、ご自分で思っている、チャンピオンになってこう変わりました、それをこの試合に生かしますというところをお願いします。そうですね、チャンピオンになって、まあこう、なんていうんですかね、こうチャンピオンにならないと分かんないこう自覚がちょっとあって、やっぱこうチャンピオンらしい練習とか、まあ、人に対する振る舞いとか、あとやっぱ今までこう応援してくれる人、それに加えて新しく応援してくれるようになった人、そういう人たちもいて、まあ、本当にこう普段からトレーニング練習にこうもっと自分を高めて自分の限界にチャレンジしていくっていうようなこう気持ちを作ることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に、高木選手に、質問したいんですけども、多分緊張されていらっしゃって、まあ、しゃべり穏やかな喋り方にはなっていると思うんですけども、どうなんでしょうか。そのいきなり勝ったらですね、おらつき始めてベルト汚せみたいなことを言い始めたりしませんかねっていう質問なんですけど、どうしようかもしれません。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは第17試合65キロワンマッチ、青コーナー新興萌え大ジムナロンチャイファンパサー選手、赤コーナー谷山ジム谷山俊樹選手、お願いします。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。青コーナーナロンチャイ選手、お願いします。ホス谷山ジムの谷山俊樹です。2年3ヶ月ぶりに、リングに帰っていきます。明日は本当にこの2年3ヶ月空いたので、半年以上かけてしっかり体を作ってきたので、明日は練習の成果をしっかり出したいと思います。はい、でナロンチャイ選手は小柄なんですけどすごいパワフルで、日本でも何人も倒してるんで、しっかり気を引き締めて最後まで戦いたいと思います。谷山選手に伺いたんですけれども、まあ、2年3ヶ月ぶりに戻ってくる、まあ、理由というか、なんかきっかけというのはあったんですか。
この2年3ヶ月はやっぱりこのビッグバンというこの大会をこのビッグバンという団体をさらに大きくするためにやっぱりまあ、この記者会見から何から YouTube 配信やもうホームページから全部ガラッと変わったと思うんですけど、そのためにやっぱり僕がしっかり運営として動く必要があったなと思いまして、でまた僕も生徒子供を含めたくさん70名以上ジュニアの子供も教えてますし、自分のやっぱりリングの上がる姿でしっかり戦いを見せたいなと、なんていうか、ファイターとしての谷山俊樹を見せたいなと思って、今回は運営と選手と二刀流でしっかり本当に毎日頑張ってきたと思うんで、しっかり明日は出したいですね、試合で。はい、まあ、リングの下から、まあ、選手の活躍というのを見てたと思うんですけれども、そこから受けた刺激というのは何かありますでしょうか。やっぱりたくさん刺激を受けましたね。本当にリングで一番近い場所で選手のビッグバン選手の戦いを見てて、でも本当にビッグバンの選手、まあ、特にやっぱりチャンピオンになるような選手は本当にもっと目立っていって活躍してほしいなと、ビッグバンという大会が夢舞台になるように作っていきたいと心から思っているので、もっと露出して活躍していってほしいなとすごく思っています。でそのためにやっぱりビッグバンをさらにどんどん盛り上げて大きい団体にしていきたいなと思っています。で僕がもう35歳なんですけど、選手としてやっぱりまあ、これ以上ブランクがあるとさすがに、もう落ちるなと思ったので、まあ、今ならまだハイパフォーマンスで明日見せられると思っているので、やっぱりもうその選手としては時間が限られているので、明日は出場を決めました。山本選手、相手の印象を教えてください。相手はもう強い、大丈夫です。谷山選手にお伺いいたします。ナロンチャイ選手と試合決定でも結構なんていうのかな、一筋縄ではいかない形で、かなり時間が経って最後に決まった試合だったというような話がありましたが、ナロンチャイ選手に関する印象、先ほどの強い選手の話がありましたが、具体的に、まあ、サウスポーだとか、こういう技があるから気をつけたりとか、まあ、そういったところもあると思いますので、そういったところ、ナロンチャイ選手の説明になってしまいそうで恐縮なんですけど、やっぱりもともと日本人選手のオーソドックスの選手があんまできればよかったなと思っていたんですけど、やっぱサウスポーのタイ人ということで真逆 の相手と決まったんですよね、今回は。でサウスポーの選手自体もやるのが5年ぶり以上なんで、試合をやるのが、なので本当にサウスポー対策から何からしっかりさせてもらって、でナロンチャイ選手の映像も何試合も見させてもらって、やっぱり日本ランカーの選手も左ストレートでダウン取ったり、強烈なパンチもありますし、まあ、蹴りももちろんうまいんで、しっかり気を引き締めて戦いたいなと。でしっかり最後は KO で僕は勝ちます。すみません、もう一点、谷山選手にお願いいたしますが、運営側としても活動しているというふうなお話も今もありましたけれども、これ以降、この試合の以降目指すとこ、ファイターとして、まあ5年目の話もありましたし、最終章に向かっているのは間違いないかなと思うんですけれども、今自分が、試合をこの試合が終わった後どうしたいかというところを改めて、やっぱり自分の中でもう、僕が有名になるように、ぶっちゃけビッグバンドの団体を大きくしていたいきたいという方がはるかに大きいので、まあ、選手としてももちろん戦いたいのは理想なんですけど、やっぱり大会がどんどん大きくなるに、団体がどんどん大きくなるにつれて、やっぱり、そんな甘い世界じゃないんで、格闘技のプロの世界は。なので、しっかり、まあ、この試合が終わらないと分からないですね。この試合が終わって、一歩一歩、一つの興行が終わらないと、まあ、次は考えられないんで。やっぱりこのスーパービッグバンという大会もやっぱ後楽園大会よりもはるかに全て桁違いのスケールなので
なのでこの大会も成功させるのは僕の目標でもあるので、しっかり明日はもう一日気を引き締めて、はい、戦いたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次の試合の出場選手の登場です。第18試合愛鷹寮引退記念試合スーパーエキシビジョンマッチ、青コーナー牧島愛知実方康介選手、赤コーナー力道場静岡愛鷹寮選手の登場です。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。青コーナー実方康介選手からお願いします。はい、そうですね、愛鷹さんの、まあ、ラスト試合なんで、まあ、本来公式戦だったら引退だからといって花を持たすけどさらさらないとか言いたかったんですけど、本当愛鷹さんのおかげで自分が今ここに自分がいるんで、明日は、6年前休養負けしてるんですけど、その気持ちも全部込めて、愛鷹さんに全部つけたいと思います。陸上場静岡の愛鷹亮です。この度谷山会長はじめビッグバンの関係者の皆さん、自分にこのような場を持たせていただきまして本当に、ありがとうございます。自分はビッグバンでデビューさせていただきまして、まあ、ビッグバンで始まりビッグバンで終わる、いい10年間の格闘技人生だったなと、本当に、思っています。まあ、試合が直近に控えている実方選手、本当に試合を受けてもらえて本当にありがとうございます。皆さんに最後10年間の感謝の気持ちを明日伝えていけたらなと思っていますので、よろしくお願いします。はい、高選手に伺いたいんですけれども、まあ、体調不良というのはもちろん伺ってはいるんですけれども、まあ、引退を決意された理由をもう一度あったので教えてください。はい、まあ、自分が本当にもう引退を決めたというのは、今年の3月にあった K1VS大相撲対抗戦で K-1 代表として出させていただいたんですけども、まあ、あの試合が自分にとっては、もうラストチャンスだと思っていましたし、この試合を落としたら俺はもう終わりだと決めたので、まああいった形で、まあ、KO 負けしてしまいましたので、まあ、ここはもう10年目新年よく潔く身を引こうと、決めさせてもらいました。その体調的な面というのは関係ない。そうですね、まあ、確かに両目の網膜が剥離以降パンチが見えないというのは、まあ、言い訳に使うつもりは全くないんですけど、それはまあ間違いなくあることではあるんですけど、まあ、体自体が動かないかって言われたら、まあ、そういうことではないので、はい、まあ、自分の中の本当に決め事というかけじめに従った決断という感じです。ということはまだその全然動ける、姿は明日見れるとは思いますか。そうですね、また明日リングの上で皆さんにしっかりお伝えできたらなと思っています。まあ、最後エキシビションになりますけれども、どういう試合をどういう試合になるかどういう試合を見せたいか教えてください。そうですね、まあ、今まで通り本当にバチバチに正面から殴り合う試合をやりますとは、まあ、声を大にしては言えないんですけども、そうですね、こんな試合、まあ、まあ気持ちをしっかり見せたいというか、まあ、でもあまりそんな危険なことはしないとは思っていないので、今回の試合では、まあ、でもしっかり姿を見せていきたいなと思っています。対戦する実田選手、まあ、その最後の相手を受ける今の気持ちについてどうなってますか。そうですね、まあ、6年前の、伊勢原大会で、まあ、相手選手やって本当に、初めて意識飛ばされたんですけど、それからもうずっと、相手か亮っていう男を追いかけて僕は絶対にやり返してやろうっていう気持ちはあったんですけど、でまあ、最後も谷山会長から引退するって話を聞いて、まあ、僕は公式戦でやって絶対やり返してやろうという気持ちだったんですけど、まあ、でもいろんな経緯があってこうエキシビションになって、まあ、でもそのエキシビションで、
まあ、キックボクシングの最後ということで、僕がその相方亮という男の最後の相手になることは、僕は本当に誇らしいことだと本当に思うんで、まあ、でも今日は軽量で体を見たときに、公式戦じゃなくてよかったなと、ちょっと殺されるかなと思って、はい、思いました。先ほどちょっと軽量でこう、2人の姿を見せてもらいましたけれども、なんかちょっとこう、なんていうんですかね、こう先立っている部分もちょっとあったようにも思えたんですけど、実際のところどうなんですか？どうなんですか、僕はちょっとビビってましたね。でも冗談なんですけど、まあでも本当に6年前を思い出すっていうか、本当に相手が選手と6年前初めて向かい合った時の、熱い何かを感じれるものがあったんで、まあ、僕はエキシビションなんですけど、まあ、先ほど相手がさん言ったように、なんか危険なの、僕も来週まず試合が控えてるんで、あまりなんか本気で言ってますから、あまり言えないんですけど、でもスーパービッグバンという会場で相田が両引退記念試合ということなんで、それにふさわしい試合は僕もできるようにしっかり体を仕上げてきたんで、はい、明日は最高なものが見せれると思います。だからその相田が全部伺いたいんですけど、ご家族はどういう反応だったんですか？家族にこのもう引退するよっていうことを伝えた時はもう、まあ正直家族もずっと連敗期間中心配していたので、体のこともすごい安心した顔をしていたっていうのが正直印象的だったんですけども、まあなんかどこかすっきりしたような顔を見ることが、はい、見えました。明日は応援には来られるんですか？はい、もちろん明日200人を超える応援団の皆さんが会場に来てくれるので、もう皆さんにしっかりその最後のリングの姿を見せたいと思っています。ご家族も来られる？家族も、はい、来ます。ありがとうございます。須賀さんにお伺いしたいんですけれども、また改めて相田が選手と、まあ、顔を合わせてですね、試合直前という形でなんですけども、なんと言ったらいいのか、その気迫、というものが今回その引退を決めてから公式戦ではありません、エキシビジョンマッチですから、まあ、もし悪い風に考えればですね、気迫がなくて緩いような状態になっている可能性は考えられるわけですけども、実は塚田さんが今目の前で見て実際どのように感じますか？相手選手のことを現役バリバリ自分と戦った時と同じような気迫を感じたのか、それとも変化があるのか。いや、別にエキシだからとか言ってそれなんか変わったものはなかったですし、僕は本当に魂の日本男児、相田が亮をずっと目標にしてたんで、まあ、向かい合った時に本当に男っていうものを感じたんで、はい、ただ腕がぶつかったんでちょっと怖いですね。ありがとうございます。最後に相田選手にお伺いいたします。SNS 等でももちろんファンの方へのメッセージは出していると思うんですけれども、改めてですね、試合前最後という公式という形では最後だと思いますので、ファンの方へのメッセージお願いいたします。はい、10年間、応援本当にありがとうございました。まあ、警察官を辞めて、格闘家になって10年間本当にこういった道で生きてこれるとは思いませんでした。これも本当にファンの皆さんの応援のおかげだと思っています。ありがとうございます。明日で、キックボクサー相田が亮は、引退終わるということになるんですけども、最後、ファンの皆さんに、まあ、最後まで魂の日本男子相田が亮、その姿、見せていきますので、明日は応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして第19試合フェザー級ビッグマンキックルール、青コーナー K クローニー高幸選手、赤コーナー谷山ジム俊太選手の登場です。それでは出場選手より試合の意気込みを語っていただきます。青コーナー高幸選手からお願いします。 K クローニー所属の高幸です。明日はキックルールが2試合しかないということで、キックルールの予算も出つつしっかり、いい試合をしていい試合をしたいと思います。よろしくお願いします。
今会長が言ってくれてたように最後の試合っていう意気込みはあるんですけど、まだ全然これを最後にするつもりはないんですけど、このまあでも試合で、今2年4ヶ月やってないんですけど、すごい落ちちゃってるとかすごい負け方しちゃったらそういう風にもなっちゃうかなって思うんで、本当にまさに試合っていう感じ、試し合い、試しに来ました。あ、来ました。はい、俊太選手に伺いたんですけども、まあ、その、まあ、怪我でお休みをされている間っていうのは、どういうことを考えて、どういうトレーニングをされているんですか。どういうことを考えて、復帰したいなって、ずっと治んないかなって思いながら、そこをちょっと、治すような、なんだ、治療だったりとか、そういう練習方法っていうか、ぶつけないようにしたりとか、そういう感じでずっと取り組んでてって感じですね。はい、それがだんだんと良くなってきて、その試合ができる、そうですね、ようになってきたので、大体いつぐらいからこう試合に出れそうだなと思ってたんですか。1、2ヶ月ぐらい前ですかね。なんか、前回なんかその青いでも言ったんですけど、なんか前回復してからやろうっていうふうにちょっと思ってたんですけど、なかなかなんか前回復しなくて、で、まあちょっとぐらいなんかこういう怪我ってもうみんな多分選手って追ったりしてると思うんで、それだったらなんか前回復してから出るっていうのもおかしな話かなって思ったところで、会長にお願いして決めてもらいました。ということはその前回復ではないと思います。前回復です。いや前回復じゃない。どうですかね、はい、そこはすごい微妙な感じになってますけど、はい、多分大丈夫です。これは多分やってみて、そうです、そうです、そこもまさに試すって感じですね。はい、高木選手、その、俊太選手の印象というのはいかがでしょうか。俊太選手はもう実力はもちろん知名度もありますし、あと自分の師匠の前澤さんって方がいるんですけど、20年ぐらい前に俊太選手と戦っていて、その前澤さんは亡くなってしまったんですけど、自分が俊太選手と今こうやってやれるところまで来たんだよっていうのもしっかり見せられれば、前田さんも、まあ、天国で見ていければかなと思うので、明日も新田選手といい試合をしたいです。で、その今回のオファーが来た時に運命的なものをすごく感じた。そうですね、運命的、そうですね、ちょっとまだ自分のレベルで新田選手とやるのは早いのかなって思ったりはしたんですけど、このタイミングで来たってことはもう今やるしかないのかなと、はい、思ったので、ちょっと運命的なものを感じますし、今しかないので全力で使いに行きたいと思います。ちょっと待ってください、前澤さんの後輩さんだったんですね。そうです、前澤さんに、はい、キックを、ファイティング前澤、はい、FA の、分かりますよ、自分カビラさんで行ったんですけど、ちょっと自分の鳥肌めっちゃ立ちました。そうそう、カビラ前澤さんに自分キックを教えてもらって、そうですね、本当に亡くなる直前までセコンドについてもらったりしてたので、その時に俊太選手だったっていう話も聞いてますし、はい、そういう印象があったので、ちょっと嬉しい気持ちと、まあ、ちょっとどれぐらいできるのかなっていう気持ちはちょっとあります。はい、俊太選手もその高木選手もその印象っていうのをちょっと感じてます。パンチで結構倒すけど結構倒されたりもする印象っていう感覚ですね。だからなんか本当噛み合うかなっていうのは思います。自分はでもダウンはするけど、あ、でも俺も倒れて基本は結構あるな。だとするとどうなるかちょっと分かんないですけど、でも本当にいい打ち合いをできたらなと思います。高木選手は明日はどんな試合ですか。キックルールなんでやっぱり首相撲だったり肘だったりもしっかり使いたいんですけど、結局パンチでガンガンいきたいのでパンチで勝負したいと思います。俊太選手にお伺いいたします。先ほど高木選手はですね、自分のレベルじゃ俊太さんにはまだ大丈夫かな、不安だなみたいな発言があったわけですけども、逆に俊太選手はですね、この復帰戦で高木選手はちょっと強すぎるんじゃないかなみたいな発言もあったと思います。はいはいはい、まあ、その上で、高木選手今おっしゃったところがあります。今回、この大会の中では少ない肘上げルール、キックルールということでございますので、やはりちょっと決着に首膝とか肘とか、そのルールならではのところが痛いなって思うファンがやっぱりいると思うんですけど、はい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 、その辺は期待してよろしいんでしょうか。い
いや、期待してください。今、高木選手がパンチでっていうふうに言ってましたけど、全然肘とリズムやるつもりだったんで、なんかそこら辺はちょっと、はい。自分もパンチ、下手くそですけど、好きなんで、まあ、パンチでも全然付き合いますし、肘でも全然付き合ってください。はい。っていう感じで、あ、なんだっけ、何でしたっけ。なんだろう、肘とか膝で決着する可能性はありそうですか。あ、あると思います。ありがとうございます。期待しております。ありがとうございます。それでは第20試合メインイベント第1ビッグバンフェザー級タイトルマッチ、青コーナー挑戦者 K-1 ジム三軒茶屋シルバーウルフ田中聡選手の登場です。赤コーナー龍斗選手は体調不良のため記者会見不参加となります。それでは明日の試合の意気込みを青コーナー田中聡選手お願いします。シルバーウルフジムの田中聡です。1回試合が流れてからそこからずっと、ビッグバンフェザー級の、ベルトを、巻くためにやってきたんで、明日は必ずベルト巻きます。よろしくお願いします。まあ、ちょっと相手が最上バンということで、ちょっとまたちょっと複雑な心境ではあると思うんですけれども、そこら辺のちょっと思いを聞かせてもらっていいですか。まあ、相手が万全の状態でっていうのが一番良かったですけど、ぶっちゃけ、まあ、正直なところ相手が負けしくれしようがオーバーしようが、まあ、僕のやることは変わらないんで、そこはあんま気にしてないかなって感じですね。まあ、しっかり回復してもらって明日リングの上で会いましょうって感じです。まあ、前回はその田中選手の手がで流れて、今回は結構なんかちょっとこう因縁がというか、なんていうんですかね、こうなかなかうまくいかない2人の試合だなと思うんですけれども、まあ、その中でこうもし試合がちゃんと成立してできるのであれば、どういう試合を出したいというか、そういう思いがあればと思いますか。今は勝ちでこだわってますけど、やっぱ勝ち方が重要だと思うんで、まあ、しっかり、KO でメインイベント第1試合で組んでくださってるんで、しっかり KO で、勝てるように試合内容をお願いします。そのベルトへの思いというのはいかがですか。ベルトへの思いはやっぱり今まで数々の、まあ、K-1 だったりとかで活躍されてきた選手が、まあ、取ってきた価値のあるベルトなんで、まあ、僕がさらに、ベルトの価値を上げれるようにやっていきたいなと思います。すみません、運営の飯山さんの話伺ってよろしいでしょうか。あ、はい、どうぞ。はい、結局ごめんなさい、ユートチャンピオンは何キロオーバーなんでしょうか。850g オーバーです。はい、で対応としては、まあ、ベルトは剥奪されてしまっていて、リュウト選手が勝っても防衛にはならない。そうですね、リュウト選手が勝った場合ベルトは主催者預かりで、田中選手が勝った場合は田中選手が、新チャンピオンになります。でグローブ判定の、減点1からリュウト選手がスタートとなります。まあ、わかりました。では、まあ、それを踏まえての試合で、さらにちょっとまあ体調面を考えると明日は絶対あるとは言い切れないところもちょっと不安なところなので、まさに田中選手からしたらますます不安だと思うんですけども、ビッグバンのタイトルを取って、どういう選手になりたいっていうところをちょっとお伺いしたいです。ベルト巻いて、まあ、この階級で田中聡がチャンピオンで嫌だなって思われる存在になりたいですね。対戦相手の選手が嫌だなと思われるぐらい強い、でもファンからしたら、まあ、面白い試合を提供したいっていうことを思ってました。そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは、第21試合メインイベント、71キロ契約ワンマッチ、青コーナー、チームプライム、浦和か赤羽、草マックス選手、赤コーナー、谷山ジム、木戸康弘選手、お願いします。それでは出場選手から試合へ向けての意気込みを語っていただきます。青コーナー草松選手、お願いします。チームクライム、黒馬から赤羽の草松です。
今回は、こんな大きい大会にいただいて大変光栄に思っております。木戸選手はもちろん有名な選手ですので、しっかりメインイベントとして盛り上がる試合をしたいと思います。はい、どうもキーちゃんでございます。おとといかな、チームワンで練習してた時に、平山くんがこう怪我をしてしまって、今日の成り上がりの大会にちょっと出れなくなってしまったと。今マジかよと、今もう試合前は怪我に本当に気をつけなきゃいけないなって思ってて、昨日ちょっと調整の練習に行く時に、家のマンションの階段からダバダバダバーンって転げ落ちて、足とかめっちゃ強打して、言ったそばから自分がやってて、歩きスマホはいかん、以上です。木戸選手、成り上がりにオファーが来たのかと思ったんですけど、違ったんですか？オファーはありましたよ。もちろんあったんですけど、あの会長の話を、スーパービッグバンをもうちょっと出させてくださいって言って、で、スーパービッグバンに出たんです。それ以外も実はいっぱい来てて、4つくらい来てたんですよ。その中で僕はもうスーパービッグバン、僕はもう谷山ジムなんで、スーパービッグバン出ます。はい。という感じで出場を決めたって感じです。その今の話の流れで、平山選手が出れないんで、春出てみたいな、そういう話じゃなかった。今日ですからね。いや、無理無理無理。ガリ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 。無理無理無理。今日は無理ですよ。はい。先ほど谷本会長もおっしゃってましたけど、勝ち星が欲しいんじゃないかっていう話をしましたけれども、自信は確か結構なかなか勝ちきれてない戦績だと思うんですけど、相手がね、そんなつもり俺なかったんですけど、そう言われてみて、だって2試合前、3試合前勝ってますからね、3試合前、4試合前、5試合前ずっと勝ってるんで、別に、で前回はノーコンテストなので別にですよ。そんな言うほどじゃないです。今回そのかける思いっていうのをあれば聞かせてもらっていいですか？そうですね、サンマックス選手ですからね、なかなか名前にマックスってつけないですからね、相当やっぱこう自分に自信がないとマックスでね、エイペックスの社長ぐらいですよね、だってついてるのは。マックスでなかなかこう、軌道マックスにはまだ慣れてないんで、僕は。はい。なので、ちょっと怖いなっていうのはありますよね、そこら辺のマックスには。はい。山口選手、いじられてますけど。いじってないです。いや、自分でつけたんじゃないんで、なんとも言えないですよ。でも周りから見て、こいつはマックスだなって思われたということですよね、だって。怖いです。怖いです。はい。よかったです。さあ、マック選手に伺いたいんですけれども、キックというイメージで二刀流でやられていると思うんですが、はい、今回、その木戸選手とのオファーが来て、素直にこうどういう思いがあったのかと思うんですか？もちろん木戸選手、もう長い大ベテランですし、いろんなキャリアも含まれて、もちろん実績もあるので、そうですね、自分も総合格闘技をノーベルト取ってからは全部その後のキャリアは全部挑戦をしようと思って、プロファイターにして自分が挑戦したいなと思ったものに対して全部やるので、もう迷わず今回のオファーを見させてもらって、ただ今回メインイベントなので、でも盛り上がる試合をしなきゃいけないなとは思います。なんでせっかくなんで、年代的に多分木戸選手も分かると思うんですけど、我流タイム、あれです。はい、マリファナタイムですか？あれやりましょう。絶対やんないです。絶対やんないです、俺。やりますよって言っといても絶対にやらないです、俺。俺一番あれ、できちゃうね。これはラスト1本だったらって話ですよ。はい、なるほど。で、ラストでもらうんで、俺は木戸選手も、はい、東京を信じてます。なるほど。俺は
ビビりだし、やらないです。あ、だから草巻選手、あの、三日月切りめっちゃ得意じゃないですか。そんなことだから僕、三日月殺しを。三日月殺し。もう僕、前から開発してるんですけど、三日月殺しがあるんで。ドキドキします。俺もドキドキします。その三日月殺しっていうのは、三日月の蹴りが来るカウンターの蹴りです。そうです、あの指を折っちゃうやつです。あのなので、あのマススパーとスパーとかでやっちゃうと、あのみんな公平だし指を折れちゃうんですよ。指が本当に反対側にペロンって浮いちゃうのなんですよ。任せちゃっていいんですか。はい、そんなの今言っちゃっていいんですか。でやり方言ってても大丈夫です。三日月殺しはちょっと本当に、はい、それで終わる可能性もありますので、はい、三日月圏内です。これはもう絶戦が始まってますね。やるやらないの。ただ我流タイムは絶対やらない。絶対手は出します。ハイキック出します。こうやってやろうよって言ったらハイキック出します。そこをハイキック上げるとカメじゃないです。お互いにその、まあ、我流タイムやるか三日月殺しをやるかってところが、あのファンの皆さんの楽しみです。そうですね。どうなんですか、お互い出そうな感じなんですか。あ、いや、でも僕はまあ普通にあの普段の対応としても三日月ももらったことないんで、うん、あのそのもらわないようなその対策はもしかしているので、はい、我流タイムは我流タイムの対策はないですかね。そんなもんないですかね。はい、やらないですよ、絶対にやらない。俺なんかその20代の頃からあれやろうって言われてるのに絶対にやらないって言ってました。不利ですから、まず殴り合ったら不利になるってこと。だから僕、あの試合見てもらうんですよ、殴り合わないじゃないですか。いいですよね、はい、あの嫌いなんで、殴り合う、はい、殴られるの嫌いなんですよ、はい、明日は蹴りたい感じみたいな感じなんですかね。どうでしょう。ちょっとタックル最初もらえるけど、はい、タックルは記事で、はい、あのちなみに草松選手はその自分がその挑戦をしたいっていうあの気持ちで今キックになられてると思うんですけど、それはなんでそういうふうにこうマインドが切り替わるか。年齢的にやっぱりあのその年齢とかできないと思っているので、あのどうですか、一試合一試合意味合いのある、その自分の中でも意味合いのある試合をしてこようと思っているので、今回その挑戦というテーマに合致したので、あの今その掲げているなんか目標みたいなのってあるんですか。例えばタイトルとかあるんですか。そうですね、ちょっとまあ具体的なことはちょっと言えないですけど、まあ自分の中でちょっとあって、そうですね、それに向かって今差し切っているところです。その二度目を極めるみたいな。もちろんあのキックもそのこういった挑戦できる状況であればやりますし、ただやっぱりメインが自分総合格闘家なので、あのメインの目標は総合格闘技の方に向けて動いています。お二人にでは一つずつ質問をしたいんですけれども、まずクソマックス選手、打撃系総合格闘家であると、キックボクシングのキャリアもあるということなんですが、ちょっと特に、まあ、本職ではないのからだと思うんですけど、キックの成績がややそのよくわからないというか、あのある程度やってらっしゃるのもわかるんですけど、もう少し詳細は何戦何勝とかする。キックはだいたい8戦して5勝2敗1分けみたいな感じだと思います。勝ち越していらっしゃるわけですか。あ、そうですね、勝ち越してはいるんです。多分2回戦10年以上前なので、これを覚えですけど、もともとキックボクサーだったんですか。それから総合に。あ、そうです、そうです。いや、かなりこう打撃系総合格闘家の中でも、まあ、純度の高い、まあ、打撃というか、まあ、そういったことができるのかなと思うんですけど、まあ、それに加えて木戸選手にお伺いしたいんですが、はいはいはい、ちょっとごめんなさい、ここは真面目に私聞きたいんですけど、すいません、最近ですとあのボクシングの世界では元有力指導者のガルーがボクシング世界チャンピオンでいい試合をしてしまったりですとか、総合格闘家が打撃系競技でなかなかいい結果を残すということが珍しくないようにも思います。
木戸さんが活躍された旧 K-1 でもですね、総合格闘技系の選手が結構活躍してたように思うんですけども、木戸さんの分析ではどうしてそういったことが起きるのか、今回は、なぜ、まあ、自分がどうして勝つのかというところをちょっとお伺いしたいんですけども、総合格闘家で、K-1 とか、その来て、まあ、めちゃくちゃ活躍する人とか、まあ、今いるはいると思うんですよ、まあ、それはその人のポテンシャルだけど、でもトップには行ってないはずなんですよ。でやっぱ持ち合いは持ち合いで、キックボクサーはやっぱキックボクシングでやんないと、やっぱそこでは発揮できないし、僕らがボクシング行ったって MMA 行ったっていい結果出せないっていうのは僕の持論ですね。だから競技は違うんだよ。ボクシングはボクシング、総合格闘技は総合格闘技、ボクシングはキックボクシング、競技は全く違うから、まあ僕はそれでもキックボクシング一本でやってきたので、まあ、そこで負けるわけにはいかないですよね、うん、まあ8戦やられてますけど、僕は82戦やってるんで、はい、キックボクシング、はい、次83戦、今回83戦なんで、はい、まあ、そこはまあやっぱそうですね、負けれないですね。木戸さん、最近エキシビションマッチで、交互に総合ルールとキックルールの、はい、あの経験は役に立ったと思うか、立つわけないじゃないですか、だから、俺なんか本当に思ったら、俺だから MMA マジ向いてないんですよ、兵士恐怖症だから、俺だから、こうやってやられると、もう兵士恐怖症、うわーって思っちゃうんですよ、締められてないのにタップしましたからね。はい、もう本当向いてないです。なんか今のお話聞くと、なんか立ち技でもなんか指名関節ぐらいが反則覚悟で狙ってくることがありそうな気がするんですけど、いやもうそれはもうレフリーレフリーって言いますよ、すやってるこの人っつって、はい、そしてお得に反則取ってっつって、僕は本当だから、まあだからそこもまあ、その MMA の選手に対してリスペクトももちろんありますし、ボクサーにもリスペクトがあって、あった中で、まあ、僕はちょっと、まあ、そのキックボクシングというこの競技、この競技として僕はその、まあ、キックボクシングをやってるスポーツです。はい、じゃあ最後に伊藤選手に、明日は、まあ、最終的にファンの皆さん、ここを見てくださいみたいなところがあれば、ここが楽しいよみたいなところがあれば、お願いします。まあそうですね、まあ、動きだったりテクニックだったりっていうその実力の、もうキーちゃんの技の実力をちょっと見せたいですね、はい、まあ、去年もまあちょいちょい見せたと思うんですけど、またちょっと新しい新技もいくつも考えてるんで、もうなんか毎週思いつくんですよね、ちょいちょい、はい、それの新技があるんで、はい、それも出してくるんで、はい、お楽しみに。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、全選手写真撮影となりますので、皆様、テーブルの近くにお集まりください。はい、じゃあ撮りますよ、そちらお願いします、はい、こちら見てください、はい、